か消えたんだけど画面。ちょっと待って、なんかそれは少しちょっと安心というか、あんまりなんか愛国の地みたいな感じっていうよりも、なんか英語圏に来てるなみたいな感じで、楽しめたのと、本当に現地のファンの方々、マレーシアのファンの方々がすごくすごく優しくて、もういるだけでめっちゃ大スターになった気分そうなんですよ。そうだったので、なんかすごい大スターの気分を味わわせていただいてきました。本当にあの先輩方がね、こう AKB48 っていう名前をこう本当に先輩方とかがこう有名にしてくださったおかげで、すごい大スター気分を味わってこられました。でもやっぱりこうAKB の姉妹グループ、これ昨日も言ってたと思うんですけど、あの AKB の姉妹グループ JKT っていうより、 JKT の、 あのお姉さんグループ AKB みたいな感じらしくって、やっぱ現地の人って、そうだからすごい、なんだろう、頑張ろう AKB もみたいな気持ちになったのと同時なりましたね、うん、そう。だから本当に KLP48 に行く4人、日本から行く4人はもう本当に全然なんて言うんだろう、なんか不安なことも多分あるとは思うんですけど、本当に大丈夫っていう気持ちです。大丈夫だよって。そう、5人なの？え、待って、誰か増えました？5人目がいた？え、4人ですよね。あ、松井ジェリナさんはジェネラルマネージャーみたいな、なんちゃらマネージャーとしていくんでしょ。そうそうみたいですね。びっくり、私たちもびっくり。そうなの、メンバーとしては、しかも現役メンバーとしては4人、 STU からカイココアちゃん、 AKB から京天ゆりなちゃん、クロスハルカちゃん、山根すずはちゃん、4人。プレイングマネ、もう分かんないです私も、ちょっとなんちゃらマネージャーです。でもまあ、でもあんまり心配してないというか、ギョーちゃんは特になんですけど、こうチームメイトも正直ゼロというか1というかゼロから作ってきたじゃないですか。そう、このチーム自体をこう先輩っていうのももちろんあったけど、でもこうなんて言うんだろう、先輩はいたけど、でも一緒に活動する機会は初期の頃全然なかったりとかしたので、ギョーちゃん自身はゼロから作ってきたし、チーム8を。だからあんまりギョーちゃんはなんかやる一緒それがちょっとすごいグローバルになっただけだよっていう気持ちで、そう楽しんでくれればいいなと思いつつ、なんかすごく、今日さっきからずっと左目がコンタクト外しても調子悪いので、すごい嫌です。すいません、さすがに白目、どんだけコンタクト外しても痛いっていうか違和感。そう、私もなんか本当にそれこそマレーシア行く前というか4日ぐらい前までは、4日5日ぐらい前まではもう5月の後半のスケジュールから空きだったんですよ、マレーシア終わった後。だから、ま、そう握手会はあるにしても
だからマレーシア行ってちょっと終わったらちょっとのんびりできるかなみたいな皆さんに言ってたと思うんですけど、なんかそんなことなかったなんか嬉しいことにめっちゃどん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 なんか仕事が入ってくる嬉しい。明日も僕隊レッスンやって僕隊やって、明後日もお仕事が入って、し明後日もとあることやってからお仕事が入って、お仕事っていうかまあお仕事が入ってからレッスンがあって、で24もレッスンがあって、25、26握手会、27レッスン、お仕事波動28レッスン公演、29レッスンお仕事、28もレッスンお仕事、29レッスンお仕事、30もお仕事、もうなんか一生バタバタしてる。私は今日何してるんだろうみたいななりそう。でも嬉しい、なんかどんどん私前も言ってる、ずっと言ってると思うんですけど、なんだっけ、こんな私髪の毛うねってない、そうだからさ、あれ行けないのよ、美容室美容室行きたいのに行けない。そう、私ずっと言ってるのが、そうスケジュール帳を、私お仕事は黄色で入れてるんですね。そう、昔は学生だった頃は、そう大学とか高校とかのスケジュールは水色で入れてて、でお仕事が黄色で、まあ普通に誰かとご飯行くとか友達と遊びに行くとかっていうのはピンクみたいな色決めてたんですけど、そう、まあ水色がね使わなくなったじゃないですか。したら、まあ、ピンクと黄色だけで最近は埋まってきてるんですけど、でもそれが今5月後半はもうずっと黄色、嬉しい。そう、あと誕生日とかが青い系、濃い紺色系で、締め切りが赤そう、嬉しいですね。でもこうやって見たら本当私スケジュール満帆だ、毎月。まあもちろんいろんなあれもあるけどね、こう1時間だけのレッスンとかもあるけど、そりゃでもこうやって見たらめっちゃ嬉しい、いっぱい。仕事運、そうですね、ちなみに今月のゲッターズ先生様の私の占いの仕事運は、てかマレーシアの話したいのにそんないいや、積極的に取り組むことで運を味方につけられる最高の運気、今月から流れを大きく変えることもできるので、今の実力を出し切り、これまでの全ての経験を生かすつもりで仕事に向き合ってみましょう。また付き合いの長い人や懐かしい人から連絡が来た時は会いに行ってみるといいでしょう。いい仕事を紹介してもらえたり、一緒に仕事をする場合になる可能性もあります、みたいなことが来る。嬉しい、やったやった。ちなみに6月これで運気下がってたらどうしよう。でも7月8月運気下がるんですよ私。そう、ちなみに
6月はあブレーキの月です。ほらこっから 3,4 ヶ月ちょっと運勢悪いやだ。嫌ですね。ちょっと下旬からちょっと悲しくなるっぽいです悲しくなるっぽいです。まあまあまあ7月もちょっと悲しいので、7月8月も8月転職や離職を考えてしまう時期だって。みんな引き止めてね、ハルピョンのことみんな全力でハルピョンのこと引き止めてねお願いよろしく。でも9月下旬になったらもうやるしかないって開き直るらしいめっちゃおもろいやん、やるしかないわみたいなうん、おもろすぎる、しゃみたいな誰になるらしい。いやでも本当に楽しかったですよマレーシア違う、ちょ占いの話は今いいんだって。マレーシアの話をしなきゃ。何を聞きたいですか、マレーシアの。いやなんか時差があるのがすごいなんか苦しくて、なんか SNS 私たちこう時間の投稿とかもすごく気をつけてたりとか、まあ、Twitter、TikTok、インスタとかのその何時に投稿したらファンの人がいっぱい見てくれるとかっていうのをすごい考えたりとか、あとはメールとかピョンムービーとかの時間がかそう決まってるじゃないですか。だからなんか分かんない、むずいみたいな。そうだからそのお休みメール初日送れなくてほんとごめんっていう気持ちだったんですけど、次の日はちゃんと学習して送りましたいやなんかめっちゃ時差があるわけじゃないからこそ逆にあみたいな、あ今そっかみたいなそうそうそう、なんかこれがなんか8時間とか時差あったらもうなんかいいわみたいな、逆にいいわみたいな思うじゃないですかもうまあ送れないしもういいわ逆にねみたいな気持ちになってたと思うんですけど、そうなんかこの1時間だったからめっちゃむずくて、そうそうそう、いや多分みんなも8時間9時間とかの時差だったら、まあハルピオンから SNS とかメールとか来なくてもまあまあまあちょねみたいな、逆のね時間を生きてるからって思ってくれてると思うんだけど、1時間しか時差ないから逆にこう SNS もいやハルピョンできるよねみたいな感じじゃないですかそう私あの SNS の時間が決まってるのとか時間を自分の中で決めてるやつとかがすごいなんかもどかしくて、待ってみたいな、今何時これ、え日本あれ何時だみたいな、なんかすごく難しかったですね。そうでもまあとりあえず無事毎日アイドルは続けられてよかったです。みんなが多分一番心配してくれてただろうこと、うん、遊びの時間を含めて大体のスケジュールを知りたい。いや遊びの時間は本当にあんまりなかったですよ。なんか
撮影なんかご飯食べる時もこう撮影してたりとかっていうのがだったので、基本的に遊ぶ時間とか観光の時間はなくって、そう空港とかでしかぐらいかな、お土産買ったの。飛行機では何をして潰してましたか。もうとにかく寝てましたね。私多分全然座って7時間とか8時間なんか不安視してたけど、あの暗くなれば寝れる人なんですよね。そうだからあの蒸気でホットアイマスクして寝てました。多分なんか撮影していただいた動画はどっかで公開されると思うんで、ぜひ楽しみにしててください。なんか難しかったです、英語。なんかどこ今ど何の言語喋ってるのかも分かんないみたいなそうマレー語で喋ってんのか英語で喋ってんのか言ってくれたら、今から英語で喋りますって言ってくれたら、あ、英語のその私の辞書を引っ張り出すじゃないですかそうでもマレー語で喋ってる可能性もあるからなんか分かんないやと思ってちょっと難かったです。でも基本的にはこういろんな国の方々がいらっしゃるので英語が多いみたい。でもマレーシアの、 あのか、メイクさんに髪の毛とかやってもらったんですけど、なんかあの2日間お世話になったんですけど、まあ、その方はマレー語しか喋れないのね。そう喋れなくて、でもそのどんどんなんか日本語をちょっとずつ覚えてってくれてるのがすごく可愛かったです。クリクリとか巻くやつ、クリクリとか可愛い、綺麗、ビューティフォー、あ、ビューティフォーは日本語じゃないか。そう、どんどんなんか私たちにたなんか対応してくれてる優しい、本当に優しかったです。そうそうそう、うん、そうでなんかお土産トークショーのところでお土産渡すコーナーみたいなのがあったんですよ。そうだからなんかお土産をね買っていったんですけど、あのなんか誰に渡るかとかどういうゲームをして渡るかとかっていうのが分かんなかったから、私は日本の方がもしも持ち帰ったとしても、まあ、喜んでいただけるようなものだったりとかにして、そう富山のあの芋の金属のあのなんて言うんだろう、箸置き小物置きみたいな、そう曲がる金属があるんですよ。富山の高岡の会社、農作さんっていう高岡の会社、写真撮ればよかったな。そう農作さんっていう高岡の会社の鋳物の金属と、あと入浴剤をプレゼントしました。はい、なんかやっぱ持ち帰る時に大きいものだったらなんか大変、それこそ日本の、ね、方にもし当たったりとか、あの全然マレーシアの方だけど、マレーシアの方っていうかその海外の方だけどマレーシアの方じゃないよっていう方とかに当たったりとかした時に持ち帰るの大変なの嫌だなと思って、私がそれだったらすごい嫌なんですよ。そうだなと思って、こうなるべくねちょっとサイズ感は小さいけどちょっといいものみたいなのをこうプレゼントしようって、お土産にしてプレゼントしようって思ったんですね。そう、そしたらめちゃめちゃもうなんか、そのマレーシアの言葉を私たちわからないじゃないですか。そうだからマレーシアの言語がこう文章でこうやって書いてあって、でそれを読んでその言葉が、ま、そのマレーシアの方々に伝わるかっていうクイズだったんですよ。だから日本の方は全然わかるわけないじゃないですかそう
なんかだから日本語で、だ海外の方が、マレーシアの国の方が、例えばね日本バージョンでやるとしたら、マレーシアの国の方がこう日本語でこうひらがなで書いてあるやつをこうやって読んでそれをなんて言ってるか当てるゲームみたいな。ここに今日はマレーシアに行ってきましたって例えば書いてあるとして、それを今日はマレーシアに行ったみたいな、それをこう日本の人が今日はマレーシアに行ってきましたって言ってますって答えるクイズみたいな感じだったんですけど、そう、あ絶対日本の人わからんやんと思って、これちっちゃいなんかそんなお土産にする必要なかったわと思って、普通に大きいなんかドーンみたいなお土産でよかったやんと思いながらも、そうそうそう、とかなんかコップとかも思ったの。そう、あのちゃんひながコップだったんですけど、コップは私が持っていくときに割りそうだなと思って、そう、それが怖くてやめました。一番最初に思い浮かんだのが、自分のグッズをプレゼントしようって思ったんですよ。ハルピョンの生写真とかをプレゼントしようかなって思ったんですけど、それを言われたのが結構直近で、その直近から用意できるグッズがないなと思って、オフィシャルショップでこう買って届くまでに時間かかるなと思ってそうちょっとやめちゃいました。時間があればね、オフィシャルショップでこう取り寄せてプレゼントしたかったなって思ってるんですけど、ちょっと時間がなかったです。本当はそうしたかったんだけどねってな感じです。ちょっとオンデマ、21時半から5月1日の公演の一緒に見よう配信を、あ20時半ですね、見ようと思っているのでぜひ、私の初日ご飯はなんかこうマレーシアの日本のご飯をむずいですよね、マレーシアにある日本のご飯を結構こう紹介させていただくみたいな感じだったので、あんまりこうマレーシアみたいなご飯を食べれなかったんですよね。そうショック、ちょっとやばい、めっちゃめんどい、オンデマさんから私ログアウトされてるめっちゃめんどい、でもあんまりマレーシアの名物っていうのってないらしくって、そうなんか結構他の国から取り寄せたりとかするものが多いみたいで、そうみたい、うん、やっぱこう宗教のこととかもあったりとかするから、こうマレーシアのっていうよりはこういろんなところ、いろんな人たちのっていうのが結構大きいみたいで、そうみたいです。お魚じゃないや、お酒とかもなんかおりんちゃんが何がおすすめなんですかみたいな結構聞いてたんですけど、でもそんななんかこれっていうものっていうよりは割とこういろんな国のものがマレーシアに来てるよみたいな感じらしくって、そうなんだって言ってました。
またねちょっとずつこうマレーシアの話はできたらなと思ってます。これから先も今月ぐらい。そうなんか一緒に見よう配信、この今日今からやる一緒に見よう配信をもともとは22日に予定してたんですけど、こう22日にあのねお仕事が入りまして、そうなのであのちょっとできなくなっちゃってっていうか、そのお仕事が何時から何時かまだ分かんなくて、せっかく一緒に見よう配信するなら私はね8時とかぐらいからかなっていうのを思ってたので、そうなんかできる日がちょっと限られてて、なんか配信自体は全然長くできるんですよ。ただその昼と夜にレッスンがあってみたいな、夕方だけ暇とか、そうそういう日が結構多かったりとかして、ちょっとなかなかこうなんて言うんだろう、夜のこの時間に配信の時間を取れるっていうのがなかったので、ちょっと今日突然やります。いやマジでセリちゃんとおりんちゃんはすごいと思います。今日今公演やってるのやばすぎさということで5月1日の配信を見ていきますよ。まだですね、まだ29分。30分になった。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。オッケー。じゃあそれで。おう。それではやります。伊勢のでのででなので、はい、ちょっと待ってください。ちょっと今クルクルしてる、ちょっと今クルクルしてる。あ、オッケー。はい、いきますよ。え、セリちゃん出てないの？あれ、セリちゃん出てないんだ。あれ、セリちゃん出るよみたいな話はあれ今日してなかったっけ？あれ違ったっけ？ごめん、じゃあごめん、それはじゃあごめん。それではいきます。いっせーので、イエーイ。なんか身長高い人おるな身長高い人おるな。ちょっと大変かも。定点定点カメラになった時ちょっとしゃがんでほしいあ、今定点カメラに切り替わったと思ったらしゃがんでほしい。ハルピョーン聞こえた、嬉しい。緊張してます橋本さん。
緊張してます橋本さん。髪長、かわいい顔、うち可愛いうち。いい顔すいません、自分を褒めていきます。なぜそれがママなの。あ、結構映してくれてる、嬉しい。このさ、イヤホンとさ、映像のさ、ズレがあるんですよ。これあの、これズレてるイヤホンなんで、なんか気持ち悪い。あと今振り間違えました、すいません、バレてないです、ありがとうございます。あとうち一番身長低いのに一番後ろにいて見えません、何も。もう何も覚えてない、この公演やばい。ここのさ、足がちょっと気持ち悪いんだよね自分の振りの。そう、え、なんか固まっちゃった、止めて、なんかクルクルしてる。ちょっと歌うので、あの、合わせてもらっていいですか、すいません。寂しさを埋めてるだけだった、いらね、ワンツースリーフォーファイシックスセブン、え、てん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 、そんな、そんな、いらねない。え、ねえ、なんで、なんでですか、すのよ、でもずっとクルクルしてる、やだ。やだ、ちょっと止まってる、今ずっとクルクルしてる。いきます。早い、焦ることはないわ、そんなロマンスいらね、尊いわなきゃ、本当の愛しさに出会うまではだと心で何度もつぶやく勇気とはいらねえ。おお、いい顔。いらねえ。いらねえ。でれれれ。でれれれ。止まったー。ねえ、もうムカつく。やだー。でれれれれれれ。あ、私が映ってる。
ねえちょっと待って、一回止めてもらっていいですか。ちょっと一回 iPad の電源落とします。調子が悪いです。 iPad を再起動す、再起動して、はい再起動します。すいません、ちょっとみんなに一回なんかこれからもちょっと待って、歌に合わせてみたいな言うとちょっとめんどくさいので、多分まあ配信やってて DMM 見ててってなるとしんどいのかな。何分何秒、待って今再起動してるから、待ってって、来た、始めるときに時間を教えます。ちょっと待っててください。待ってください。1日、これ性格の悪い女の子ぐらいから行くので、ちょっと待ってね、今分数決めます。5分36秒から行きます。いっせーので、チャチャチャラチャラララタタタララ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 ラテレ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 テチラチラ見ちゃうよ。ここみずみんとうちペアなの。イエーイ。あんま映らなかったけど。ごめんね、性格が悪い女の子。だいと私はそうじゃんだ。のものが欲しくなるの。羊のような踏み板、狼にもなれる。自分で呆れるほど悪い。私どこにいるかあんまわかんない。いた。痛そうの好きに何も言わずに。次いつだろう、私がこの公演出るの。ちょっと何も本当に覚えてない。やばい。女の子だって私はそれ好き、欲しいものは全部。かわいい、うちのあの映り込みの橋本かわいい。そうなんだよね、この日ね太田由紀ちゃんと髪の毛かぶっちゃったんだよね。でももう私はツインテールするって、そうツインテールしてたし、もうすでに。そうなの、だからちょっと、しかももう決めてたから、
かわいいずんちゃん。そう、しかも時間もなかったからさ、帰るのもできないしさ、まあ16人いたらしょうがないかとは思いましたけど、高さもそう似ててちょっとね迷ったよね。でもメイクさんにも「いやハルピョンはいつものツインでしょ?」って言われて「そうです」ってなった嬉しい、ハルピョンって声いっぱい聞こえる。てててれれてて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 てこれは私ゆきりんさんのポジション。派手なメイクのピエロおどけてたまに乗る。観客のため息にひらひら揺れてるよ。何が出てくるか、次はどうなるか。手に汗を握るけどそう君の方が100倍危なくし。ねえ、ツインテール最強だよね。これさ、顔も動かすのよ、こうやって恋愛はなんか私めっちゃバカみたいに見えるみんなにみんなあんまなんかこれぐらいの角度だけどさ、私こんなに動かしてるからさ、めっちゃバカに見えるはずいフ感想センターで踊りますね。このなんか今日のオンデマさん、みずみん好きじゃない？めっちゃ映るんだけど「テレテレテチャイムな」。私オネストマンいつもさこっちの人だったの。ドアを開けて外に飛び出そう、こっちの人だったからさ、そう逆パートだからむずい。大事なことがある、グランドのその真ん中で校舎に向かって叫ぶ。自分に正直に俺は生きたい。今のマサイちゃんかな、ポニーテールの子、ポニーテールの子の、あ、ハルピョンのウィンクが見えました。今のポニーテールの子の首の回し方めっちゃ好き。誰だろう、どうしよう、先輩だったら、あ、多分マサイちゃん。お、クルちゃんのことめっちゃ好きだな、このカメラマン。天才なんかか、あ、そっか、でもそうだ、クルちゃんも初日だったから、初日っていうか初シンポジだったから、じゃあ OK。何かを隠して偽りたくはないんだ君が。ハルピョンのウィンクいっぱい見れて嬉しかった、よかった。もしももしも嫌われても腹に溜めるより悔いはない、さばかがつくほどオネスティ。あ、ヤギちゃんが
釣っております。でもこの衣装似合う、この衣装の色、私てかメンバー全員に似合う色じゃない？この色。なんで？の嬉しいハルピョンコール。イエーイ。MC です。AKB48 です。なんと橋本さん、こちらの公演の MC 一番最後なんですよ。16番目、やめて。やめて。いつも一番最初なのに、すぐに履けて着替えられるのに。MC が長いので16人あって、そうですね、マレーシアの話でもしますか。ね、どうしますか。まあ飛ばすのはちょっとめんどくさい、飛ばしてもいいんですけど、飛ばすのはちょっとめんどくさいので、かわいいつんちゃん。かわいいつんちゃん。お茶こぼれた。一応帰ってきてマレーシアから体がマジでバキバキで、そう、一応ちょっと寝ました。でも昼寝みたいな、腕はなんかたまに痛いみたいな。そう、でもそんな治ったかな、治ってきた。あきら8523ソフトクリームありがとう。多分治ってきたと思う。なんか飛行機着いた瞬間も痛かったんだけど、わ、多分大丈夫しょって感じ。あ、そうだ、インスタ上げようと思ってたんだった。ちょっとじゃあ今からインスタ大会します。この CM 中に、 CM 中じゃないや、 MC 逆です。 CM じゃない、逆、 MC 中に。
MC 中に。初めて聞いた秋山ちゃんのキャッチフレーズ、この時初めて聞きました。てか、まあ18期17 18期のキャッチフレーズは基本的にみんな初めて聞きましたね。17期もそうね、割と初めて聞くキャッチフレーズが多い。あとは普通にみんなのキャッチフレーズをやる機会が、そう、一緒に、なんか最近私ほんと僕たえもそうだったし、こう本当にすぐ MC 吐ける女だったので、そう、みんなのキャッチフレーズを一緒にやる機会がなくて、そうだから久しぶりに聞くな、このメンバーのキャッチフレーズっていうのとかもありましたね、いっぱい。あの着替えながらもね聞いてはいるんですよ、楽屋とかで。そう、でもそうそうなので、ホテちゃんのとかも、うん、私映すのなんで急にホテちゃんのとかも多分あんま聞いたことないかったから、そう、みんなはねハルピョンのことをずっと見れるね、 MC 中やったじゃんやったじゃん。おてちゃんがおりんちゃんからあ、くるくるしてる、くるちゃんが映ったらくるくるし始めた、やめてよちょっと24分、今24分9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22、どうにか合わせてください。24 25 26 27 28 29 30、やばい、ヤギちゃん今顔どっか行ってたけど大丈夫35 36 37 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60、終わり、25分です。今かわいいくるちゃん、くるちゃん肌きれい、今インスタを上げようとしてます。
かわいい。またクルちゃんの話になったらクルクルし始めた。もうクルちゃんの話にならないでよ。もうすぐクルクルしちゃうんだから。20、30、21、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、20、27、21、23、24、5、6、7、8、9、10。もう飽きちゃった。もう飽きちゃった。ああ、もうタオちゃんクルクルし始めました。ダメですね。はい、MC ちょっと今日ダメかもしれない。というか普通にオンデマさんダメかもしれない。今日ちょっと下尾美優です。よろしくお願いします。ちょっとインスタあげますね。気づいてなかった。あー、もうクルクルし始めちゃった。ダメだ、今日ダメな日かな。ネットワークの問題だよね。いや、携帯は私あの Wi-Fi を振りながらインスタを作ってるんですよ。そうだから多分携帯は関係なくて。41、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、29分。ちょっともう疲れちゃう、これクルクルしてたら。あー好きー。ヤギちゃんって東京っていう感じの顔してるよね。顔かわいい、マジで。アズちゃんって独り言も全部出ちゃうんだね。おもろい。ズンちゃん、ズンちゃんの、M、あれとか一緒に多分やったの、もう数片手数えきれるぐらい。ずんちゃんのキャッチフレーズとか、そう8年一緒にいさせていただいて、みなさん聞いて、かわいい。確かに。
かわいいずんちゃん。誰のキャッチフレーズが一番好きですか？だって、誰のが好きとかはないかも。別にみんなかわいい素敵なキャッチフレーズ、うん、よし、インスタあげます。はい、あ、来た、問題時間。私はこの時ドキドキくるくる、ドキドキ、もうすぐ来るぞ、私の名前がよ、絶対に呼ばれるぞ、顔作っとこう、リンチョ。ちょっとカメラで映ってんのおもろい。どういうこと？一瞬見たよね、うちのことね。うち目あったもん、ここ。一瞬目あったもん。おかしいって。やばい、修羅場が今から来ます。修羅場が、そうだよね、ハルなんですよ。メンバーはハルピョンって言ってくれてる、ありがとうございます。ハルピョンなんです、私。イエーイ、ずんちゃんかわいい。別に気まずくないですよ、全く気まずくないですよ。うちとみずみはそういう関係だから、もはや。だーだー、全然気まずくないです。もうなんか遊ばれ、もてあそばれてなんぼらしい、もてあそんでなんぼらしいんだよ、うちのこと。ひどいよね。でももういいです、もう遊んでくれてるだけありがとうって感じ。やばい、そんなこと言ってるから負け男にされるんだよね、やだ。もう、私これどっかで言ったっけ、私実はちょっと今ここから20分ぐらい私出てこないんで今言うんですけど、私本当はなるちゃんポジだったんですよ、一番最初に。あのゆいりさんの これですって出た時、メンバーはみんなこのユニット覚えてください、この曲ですって、一番最初になった時はなるちゃんのポジで、そう、初日メンバーと一緒にレッスンしてた時はなるちゃんと一緒に、なるちゃんのところを覚えてたの。
そう。だから私なるちゃんのところ、あの臭いものだらけはできないんだけど、そうリハ出てないから別のお仕事で。でも私なるちゃんのところ全体曲はできるもうあんま覚えてないけど、レッスンは受けた。そうやろうと思えばできるので、そのアンダーのメンバーだけユニット変わりますってなって、ポジション変わりますってなった時に、おりんちゃんのところになったのね、今のポジションで。ゆいりさんに言ったのよ。そう負け男ってかポジション変わりましたって話をしたら、なんか仲良くなったら負け男だなって思ったって言われてでも私も多分なるちゃんのポジションよりおりんちゃんのポジションの方が正直こう自分と合ってるなというか、その負け男が合ってるっていうわけじゃなくって、恋愛サーカスでね真ん中の方にいさせていただいたりとか、あとこのあとねセンターの曲もめっちゃ可愛い系のふんわり系の曲がセンターでやらせていただけたりとかするので、なんかうん正直今の方がしっくりはきてます。でもなんか改めて、あハルピョンはこっちだなって思ったってことじゃないですかそれがちょっと下せなくて、そう改めて考えて、ハルピョンはねちょっと悪めの男の子に引っかかりそうみたいなことじゃないですかって言ってたじゃないですか、ゲネ初日の時で。私ゲネを見に行った時はこうなるちゃんのポジションだったから、その MC をって聞いてたの、どんまいみたいな。そう負け男のメンバーがそう言って選ばれてるみたいなのを聞、その初日ゲネの時にも話してたんだけど、それを聞いた時にはみたいな、どんまいと思ってすっごい人ごとのように笑って聞いてたんです。でいざ、これ文句とかじゃないですよ、いや私的には普通に今のポジションの方が確かになんか合ってるなっていうのは思うから、そう嬉しいんだけど、なんか仲良くなってからの方がそう思われたんだと思ったら、なんかちょっと驚き、そうまさか自分がそうなんて言うんだろう、そうそっちだったとはみたいなはははって笑ってる、笑われる方に、自分で笑ってた方になるとはっていう感じ。でも嬉しいです、本当に。なんか私自身はすごい可愛い曲がすごく大好きで、そうだから正直めっちゃこの曲やりたいんですけどでもまあでも多分大抵の人はこれに入れるじゃないですか、きっと。じゃない？
大抵の人がこうプロデュースしようって、この公演のメンバーを決めようってなったら多分ここに入れると思うんですよ、私のことを。まあ私はこういう曲が好きだから全然めっちゃ嬉しいんだけど、そう。でも違ったそう、なんかそれをゆいりさんがこう見つけてくれたというか、こうなんてやろ、ここだと思うって、そうメンバー一人一人のことを考えて公演をやってみて改めてここだなって思われたのが嬉しかったです。それがたまたまなんか負け男だったっていうだけで、そう、そういうこと。それがたまたまそのね、メンバー選びの時の話を聞いちゃってびっくりみたいな感じなだけであって、そう、全然なんかそれだけです。たまたまそうだったっていう。そういうこと。こっちに刃ある？先生、仕事仕事。右目左目左目左目。でもマサイマユはこれって感じする、すごい。セリちゃんはもうなんか安定。曲巻き男が、臭いものが一番むずいのかな。でも巻き男もむずそう。巻き男じゃないや、なんだっけ、うわ今ど忘れした。この曲自分で出したい。一人思い
人思いが一番むずそうだけどな、ユニット。あタブーもでも2人の息がっていうなるからあるからタブーもむずそう。タブーかな一番むずそうなのは。やっぱ一人で練習っていうより、そう二人じゃないとなんかっていうのもあるじゃん。そうそうそう、もう嫉妬の嵐ですよここは。私両思い同士が二人でやってんでしょ。結局私は誰の一番にもなれないんだな。やばいやばいやばい、重い女を発動させている。だってゆいりさんにもさ一番の人がいるじゃないですか。でしょ。まあでも一番になることだけが一番になりたい。一番になりたい。でもそういう人なんです。私はいいんです別に、はい、メール送ります。でも私がこれをやってるシーンは想像できない。イズミンがやってんのは想像できるけど、そう私は一生誰かの一番になることはできないんだと思いました。急な悲しみ。
ヒョンズがおる？ヒョンズは、ヒョンズは本当にずっとアルピアのこと一番ですか？この後に出ていく気持ちになってよ本当に。手つないで出ていくのをさ見る気持ちに、街を捨てちまった目に表情ない感じね、うちの表情ないというか、目のなんていうの、目の奥が笑ってない感じ。もっと前髪固めればよかったかな。まあでもいいか。女は食い物に生きてる寄生虫、あの無気男、だらしない紐やろう。このフリーが多いのがちょっとねむずい、この曲は。まだ初日だったしさ、そう顔でなんとかしたけど。でもこの目の奥を笑わせない顔をこれからも研究していこうと思います。もう眠たいです私は。アルピョンコール多い、みんな優しい。明日の曲のフリー V の曲のダウンロードしとこう。今何調べようとしたんだっけ私。やばすぎ、今やり携帯触りながら忘れた。明日の公演の曲をダウンロード、そう思い出した。マレーシアはもういらない。あ、でも保存したわこの間。この間保存したわ。
そういえばこれはいらない、もうマレーシアのイベントの映像はもういらない。入りたいですか、おもろい。あ、これだ、オッケー、保存してました。本当にレミがポテト食べてる姿うち見たことないけど最近レミたんはめちゃめちゃ健康な食事を、最近は分かんないけど1ヶ月前ぐらいはすごい健康な食事をしてたから早っ持ち帰らせてもらえないんだ。それは嘘、どんだけ、いや仕事してるやろ、仕事あるやろフ確かにすごいそれがすぎ、もう寝てるってことでしょ、9時に寝てるってことは早すぎよ。あーうるさいやつね、やばいやん、どうやって起きてんのこの子。どうやって起きてんだろう、気になる。いやでも私も起きるのすごい苦手なんですよ、だから結構15分ごととかにアラームかけてます。低血圧です、私はとってもマジで低血圧、一生一生立ちくらみ、でもそれで生きてきたから、そう、ちょっと今やばい、 MC が終わっちゃう。やばい、 MC が終わっちゃう。ハルピョン出てきちゃった。テレテテテテテテテレテテテテテ。ズンちゃんが積極的に
お顔近づけてくれたので嬉しかったです。一瞬センターです、一瞬ね。全然この投票曲3曲ともセンターポジなかったから、センターというかなんか前の方のポジション、フロントポジなかったから別にどの曲でもっていう気持ちでした。不思議なことだ、偶然が続くのは。なんでファンの皆さんってこんなに希望的リフレインが好きなんですか、それ聞きたい。うん、一生さ、一生リフレインしてるよね。ハルピョンが映りました。いや嫌いとかじゃなくて、なんかでもなんかヘビロテとかじゃないんだと思って。そう、やっぱ有名どころってヘビロテとかやんか。なんかホテちゃん見てたらラーメン食べたくなってくる。なんか顔が甘いから食辛いもん食べたくなってくる。映さないでほしい。いや可愛い、可愛くてなんかお顔が甘いから、そうなんかラーメン食べたくなってきちゃう。やめて。顔かわいいマジで。そうしていた。この曲を一番練習した。一番むずい。しかもさ、そうなるこっち側にいるじゃん今。だから余計にね、そう前回のそのレッスンの時とあれが違うからね、余計にもっとむずかった。動かなくなっちゃった携帯。君の嘘を知っていた。透き通ってるその瞳は。これなの？あれ？うちこっちだと思ってた。待って。やばい、こっちでやってた。今こっちだった、ヤギちゃん。間違えてやってるかも、うち。やばいって。あれ？こっちかな？
え、でも自分のことも信じきれないんだよね。ちょっとこの後のこの振りで、確認します。確かめた。何も悪くない。腕に抱いて慰めるとまた泣いた。君は何も悪くない。さあ。ここ感想ね、私ね最後まで踊らない人なんですよ。そうむずそう感想みんなカノンで入っていくんですけど、私は最後に入る人なのでもう一歩待ってもよ良いな。私今のターン、もうすぐ来る。そのあやっぱこっちだ多分。秋山ちゃんが今こっちでやってた。これ顔こっちだよね多分。あこっちなのかな、ちょっと確認してみよう今度出るとき。かわいい水島。下着を取ってもっとなんかはぁぐらいの声で歌いたい。わかります、下着を取ってぐらいの声で歌いたい。この曲原曲がそうだから。マレーシアから来ました。本当嬉しい、ありがとう。めっちゃ今私映ってたマジ前髪死んでる今やだ辛い映さないで私のこと。マレー語サラマプタン生さや春菜橋本それしかわかんない。スカー、ちょ通じんのかな。スカしてんのかなこれわかんない、通じてるかもわかんない。スカー
を、なぜ見るの電車を、冷めてしまうのにねえ、今日もまたとてもいい夢、途中で終わってしまった。ハッピーエンドはね、よくエイトでやってたからね。さやすかカム、あなたのことが好きです。そうなんだ、じゃあ通じるんだ。でもなんかスカーって言ったら全然あんまり反応なくて、みんなさやすかカムって言えばよかったのかな。願いはいつもはやはやはぐらかされてしまう、お腹が空いてきましたよ、お腹が空いてきましたよ、夢が覚めた後で言葉や仕草のその全て記憶に残しておきた。でもね、ハッピーエンドってハッピーエンド作った先生はカラコンインクを作った先生と一緒なんですけど、そう、それぐらい本当に振り数が多い先生なんですよ。だからむずいでも私これのリハの時にやっぱさ、エイトって本当に特にエイトのキュートメンバー、そのクールキュートなんかアダルトみたいな分かれてたと思うんですけど、あ、みずみんと今目合ってました。そうだから、そのなんて言うんだろう、めっちゃやってきたんですよこの曲を、私人生で。ハッピーエンド、キュートだから、キュートだから、エイトの中でそのキュートメン、キュートって言われてたから。そうなんですよ、だからいっぱいやってたんですけど、やっぱ自分がこうやってる振りと先生が教えてくださった振りが違くって、あれと思って自分の中ですごい疑問に感じたのね。でなんか、なんかもしかしたらここグー一本、グー一本かもしれないですって先生に言ったら、あのこの曲の折り面センターのゆいゆいも、えだよねって、そうゆいちゃんもなんか疑問に思ってたっぽくって、だよねってなって、そうなんか本当に折り面ぐらい、私も折り面じゃないんですけど、折り面ぐらい披露をさせていただいてる自信があるぐらい、なんかやっぱ違うなって思ったのよ。でグー一本、グー一本になりました。そうなんか私振り覚えるのめっちゃ遅い、ごめんなさいね、今声めっちゃぶれ返って何言ってるか分かんなくなったのに参りましたね。あの振り覚えるのめっちゃ遅いんですよ私。でも振りを忘れるのも、何回もやってる曲だと本当に忘れるのも遅くてなかなか忘れないんですよ。てかみずみんとうち同じポーズで寝てんだけど、やめてくれるやめてくれる、そういうところでなんかちょっと相思相愛出しちゃうの今画面変わってびっくりしたわ、自分と同じポーズで寝とるやつがおると思って。まあ、そんなことは置いといて、そうここグー1、ここ、このポジション、このポジションじゃない、この手があれと思って、なんか違うよなって思って先生に言ってグー1になって、そう振りを忘れるというか染みついてるのよ。なんか例えば言われたらできんのうちだから、逆に言えばそう、ここはもっと手の角度こうみたいなって言われたらできるんですよ。
そうだから、この後ってさ、このハート決まりじゃないですよね。みんなこのハートやってたんだけど、びっくりした。そうだから、そうな、体がねこれで覚えてるからなんか違うよなと思うことはめっちゃできんの。でも言うことはできないそう。でもなんか公演はこれからもこの振りで行くってなるじゃないですか。でもなんか自分がなんかずっとこれで1でやってんのがキモくて先生に言っちゃいました。したら正解だったからよかったと思って。そうゆいちゃん、もうなんか折り面センターがそう思ってたらもう正解なんですはい、ね、マレーシアの方ピョンルームにたどり着けるのすごい、本当にそう急に急なクルちゃんの話の方向転換。あなたもシンポジなんだから、あなたももっとアピールしていいのに。クルちゃん、私もシンポジなんですよって。ねえ、言わないでください。その後に出てくる負け男の気持ちになってください。ミヨンさん、煽られてる、煽られてる完全に。心が痛い本当に規則は正しくない子そのって、そう、あでもいいじゃん、ワンちゃんと遊んでたらっていう理由があるからいいじゃん。ヤギちゃんはまだ大丈夫、まだ規則正しい子だわ。私は本当に規則正しくなくて、本当に何してるとかもなく時間が過ぎるんですよね。そうだから規則正しいです、ヤギちゃんは あ、かき氷の中ではね、なるほどね。かき氷屋さんに予約取って行ったことない。あります？甘くない？月15。やばすぎ。え？だって月15ってことはさ、年170とかってことでしょ？
7月8月に3回は行ければ嬉しいぐらい。うん。だから本当にすごいです。ちょっとメール送ってます。だってさ、かき氷2000円とかしますよね。それがやばい。それがやばい。いや、それがすごいですよね。本当に。でもいいことだよね。だって。趣味があるって羨ましい。はい。先輩の変なノリ。そう、趣味がない。好きなことはあるけど、脱出ゲームとか謎解きとかドラマ見るとか好きだけど、趣味っては言えない。野球見ることも好きだし、車運転するのも好きだし、でもなんか趣味じゃない。趣味なのかな、趣味が多いのかな、逆に。でも好きなことって感じ、うん、いや自分初日よ。いいこと言ってる。いいこと言ってる。うんうんうん。幸せでしたよ本当に。なんかたくさんのファンの方が、でもやっずんちゃんおもろい。いや、これ私も5月の目標あったんですけど、この時思ってたんですけど、でも私初日の話したから
なんかレミとかさホテちゃんとかこの MC 今喋れてないからいやと思って手挙げなかったいやと思って確かに。おいいね韓国。でももうつやつやだよ。そう一緒に出た。すごいよねそれ。でも羨ましい。公園にいっぱい出れるのはいいことだから。あ、メール送りました。多分。送りました。優しいまゆちゃん。ハルピョンさん真ん中にご案内されました。でもみんなパッと出てきてなかったってことはやってないってことですよね。いい、やってないポーズをやることはいいこと。髪長マジ。うち3秒ぐらい前まで変顔してたのに。うちるときはアイドルスマイル。それではって言い過ぎ。そうこの曲とかめっちゃセンター嬉しい。でもサビ間違えたんだよね先に言っとくね、サビ間違えてるから。一般的な恋バンカーをしてそうでしょ。ずまこの衣装マジで着たかったのずっと。君だけが決めていた二人の季節、切ない風がなぜか吹いている。どこ間違えたっけな。ここかな。ここじゃない。くるりと背中向けて手を振った。孤独はない
あ、ここだ、今の間違えた、センターじゃないけど間違えてたわ今のとこだった。いるだろう、これやっちゃったんだよね。でもすごいよね、私何もなかったかのように。上下上タンタンタン、何もなかったかのように振る舞うことができる。君だけが決めていた二人の季節、切ない風がなぜか吹いている。表せない心の空は何をかよそよそしくなる。9月の終わり、ちゃんちゃんちゃん回ります、ドゥンドゥン、テレレンレン。いい顔、アルピオいい顔。なんかセンターちっちゃい、すいませんそう、でもこの衣装ずっと着たくて、本当にさっきも言ってたんですけど、ソーロングの多分番組の衣装かな、テレビ番組なんかの、そう、番組、音楽番組のソーロングの衣装だったんですけど、ずっと着たいと思ってたんですよ当時。あのテレビを見てた時から、え、マジで可愛いこの服と思って、え、無理と思いながら、そう、え、超可愛いやんって思ってたの。そうで今回着れてよかった。10年やってて初めて着れた。何のあれだろう、ソーロング、懐かしい。そうだ、キノコかぶってたわ先輩先輩キノコかぶってたわ。てかソーロングの衣装全部かわいい、マジで。どれだろう、何の音楽番組だろう。画像、画像検索、画像検索って画像で、あ、これだ、 M ステさんだ。 Give me 5歌ってる、え、嘘、 So long と Give me 5歌ったのかな。ほら So long 歌ってるわ。2013年3月1日です、この衣装。だから2013年、当時の10、まだ12歳の私、小学生、小学6年生の私は、着たいな、可愛いこの衣装、めっちゃ好きと思いながら見てました。小学生ながらに、
まだ全然 AKB にも入ってないのにね、来たいなとか言ってでも本当に可愛いなと思ってたので着ることができてよかったです。え、アンコールさ別の日にしていい？もう橋本眠たい。アンコールだけ別日にしよう。ちょっとあと20分。明日も朝からレッスンだし。ちょうど切り良い。アンコールだけ別日にします。ちょっとどんどん集中力が切れてきてるので、すいません。アーカイブ消えない日に、だって20分ぐらいなんで、20分ぐらいだったら夜チラッともできるのでそれは大丈夫なんですけど、そうそう、夜2時間撮れるのがね、なかなか時間がなかったりとかしたので、今マレーシアから帰った、ごめんもう今終わる今配信終わるとこ、お風呂入って明日の公演、明日の公演の準備はもうでも終わったの。こうキャリー片付けながら、そう、明日持ってくカバンの中にメイク道具とか入れて、そう、もう明日の公演の準備は全部終わりました。ただね、メールにも書いたけど、あれだけはやばいですっていう感じなので、ちょっと早めに明日起きて頑張ります。ピュアっちだ。え、生誕の日もやりますよね。なんか1プラス1曲普通にやるよね。え、やらない？今日やってた？これまでの生誕、誰かの生誕、あれ生誕はやってないんだ。まずあ、ゆいゆいの生誕やってる。お腹すいたし、あとめっちゃ腹ペコ。だから早く寝る。そっか、生誕だからゲストは出ないか。いや本当にメンバーもゲストがいつ出るとかも分かんないんですよ。え、いや分かってんのかなみんな私だけ情報に疎いだけ。連絡来てるあんまちょっとごめん、分かってない情報疎い。頑張るわ。ということで、ちょっと体もバキバキなので、久しぶりに自分のお布団で寝れる幸せをかみしめながら寝たいと思います。はい、マレーシアのこともまた徐々にお話ししていくので。あ、そう、なんかね、マレーシアってね、まあいいや、そう、めっちゃ撮影したお店がなんか美味しいご飯屋さん行ったんですけど、そこのお店でめっちゃ可愛いこの子っていう店員さんがいたんですよ。韓国アイドル風の美形のお顔なんだけど、笑顔がマジでなんかマジ可愛くて、私が好きな顔のタイプっていう感じのすごい可愛い女の子がいて、NiziU の彩香ちゃんみたいな顔の女の子がいて、めっちゃ可愛いって思って、もうずっと見てたの私。え、本当に私可愛い子見るとずっと見ちゃうんですよね。私人のことめっちゃ見る癖があるんですけど、可愛い子だとより見てしまうんですよ。本当に申し訳ないんですけど、そうで、めっちゃ見てたの。したらなんか
その子も多分ハルピョンのことを好きになってくれたのか、こうなんかナイフとフォーク選ぶなんかをこう持ってきて後ろに隠して You choose right or left って言ってくれて、そうえと思って急に言われたから私分かんなくて、ライトって言ったら、あーってこの金色と銀色のナイフとフォーク持っていて、金色だったねって、ゴールドイエーイって言って、めっちゃ可愛いと思って、もう無理、そうずっともうこうやって伝えてくれたご飯食べてる時もずっとこうやって伝えてくれた、嬉しかったです。そうめっちゃ可愛かった、可愛い、その子に会いにまたマレーシアに行きたいなと思いました。お腹空いてますめっちゃめっちゃお腹空いてます。でもきっと次ねまた行ける時は、わかんないけどいつか行けるかもわかんないけど、でもその時はきっともう KLP のね4人はもう KLP として活動している時に行きたいんじゃないですか、私たちもそりゃそうで KLP のメンバーたちにちょっといいお店とか、ここおすすめだよっていうお店とか紹介してもらえたらなって思ってます。なのでまたマレーシアに行く機会があったら、その時はその時で全力でまた楽しみたいなと思います。ということでそれでは最後にランキングを読みます。テレ東のロケで遊びに行こうだっていやテレ東さんにそんなあの無理ですよ求めないでそんなうん、テレ東さんだって結構いろいろやらせてくれてんだから、本当にそんなマレーシアのロケなんてもう絶対無理でしょ。なんだろう、もうカメラの SD カードを送って、今ならデータでできるやん。だからもうズンちゃんたちにこうやってロケしてもらったやつデータで送ってっていうそれだよ絶対、うん、まあでも本当にまたマレーシアのお話もできたらなと思ってるので、ぜひよろしくお願いします。ということでそれではランキングを読みます。眠いよねもう。寝てんのに眠い。寝たのにさっきちょっと。キャリーほどにほどきして、あでも眠いやと思ってご飯食べて寝て、で起きて、でご飯の残り食べて、キャリーの二ほどきの準備してっていう感じなんですけど、今日まだ眠いんで寝まーす。ランキングいきます。お腹めっちゃ鳴る。1位サプライズレバーとピョンズさん、ありがとうございます。2位一乗寺ヒカルアット、マレーシアから戻ってくれてありがとうなんか私ずっと行きっぱなしの人だと思われてた、違いますよ。3位、トラックヤローアットゴリさん、ありがとうございます。4位ネバーストップアット、みずみんに振られた推しドンマイ。誰かの一番にはなれないので、私もこれからはなんか、はい、みんなの一番になれるように、ハルピョンはピョンズの一番になれるように頑張りたいと思います。悲しい。5位シャチさん、ありがとうございます。6位長月さん、ありがとうございます。7位ヤローさん、ありがとうございます。8位哲也とアルピョン大大大好き、ありがとう。9位バンボシさん、ありがとうございます。10位鉄道のエイターとピョンズさん、ありがとうございます。12位ヤッチン、キトキタイガオ大好きさん、ありがとうございます。13位間違えた、11位ヤッチンさん、ありがとう。13位ともゆきさん、ありがとう。13位12位ともゆきさん、ありがとう。13位ナンスダさん、ありがとう。ということで皆さんありがとうございました。そうですね、また明日は劇場があるので、日本の皆さんをね
こうマレーシアに行ってきた分、マレーシアの皆さんと一緒に盛り上がった分、日本の皆さんとたくさん盛り上がれるように私も頑張りたいなと思います。ということで終わり。もう知りたい、それでは最後にキャッチフレーズをして配信ありがとう。あ、いつぐらいにできるかと言いますと、そのアンコールの20分ね。でも多分24かな。そう、なんかせっかくだから24日は普通にこの公演を見るんじゃなくて、なんか23歳の1年を振り返りたいなと思ったので、そう24にするのをやめたんですよ。だからで26もできる予定だったけど、26は26で握手会のお話をしたいなと思って、そうだからやめたので、24日の夜ぐらい、夜帯ぐらいに、あの一緒に見よう配信のアンコールだけ、20分ぐらいだけ一緒に見ようと思うので、ぜひよろしくお願いします。でまあ一回やめるかどうにかして、その日はひまたぎ配信、24日も24日ひまたぎ配信をしようと思っているので、ぜひそちらも、足を運んでくださると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。誕生日まで残り本当にわずかとなってきたのですが、私自身も23歳、やばい、もう23歳終わっちゃうの。23歳をあの謳歌できるような、頑張ります。ということで、それでは最後にランキングじゃない、キャッチフレーズをして終わりにします。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のロビットジャンプで12783盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、タイム研出身ハラピョンこと橋本アルナでした。それではおやすみなさい。お風呂入って寝ます。ありがとう、ただいま、おやすみ。